とてもすごいなんかよく教えてくれて楽しい先生ですね。結構分かりやすくてすごい楽しいレッスンでした。昨日はちょっと緊張しちゃってあんまり寝れなかったんですけど、でもよくマッサージして筋肉痛も治ったんで大丈夫です。次は少し時間があってからクラシックのレッスンがあって、その後すぐにクラシックのランスルーがあります。すごい審査員もいて緊張したんですけど、でもすごい先生やみんなの踊りを見ててすごい楽しかったです。結構緊張しました。やっぱりみんなすごい見てるんで、最後の一人でやるとかはすっごい緊張して大変だったです。この後はクラシックのバリエーションを舞台で踊ります。踊りは2回目の方が良かったです。でも楽しくできて良かったと思います。1回目はやっぱり斜めの舞台だったんでちょっと崩れちゃったんですけど、2回目はそれに慣れてとてもよくできたと思います。これから帰って、お風呂入ってマッサージよくして寝たいと思います。